富姉様の立てるお茶はとても美味しくて評判がいいんですよ。普段なかなかお話しできない人とも親しく話せるいい機会にもなりますし、きっと主様も近いうちに誘われると思います。富姉様はお茶会が大好きですから。ただ一つだけ注意が、富姉様のお茶会の誘いは絶対に断らないでください。どんな用事があってもです。不用意に断ると。いえ、とにかく決して無下に断らないでいただきたいのです。大変なことになるので。よかった。すみません、妙なことを言って。出席さえしていただけるならお茶会そのものはきっと素敵なひとときとなるはず。ぜひ楽しみにしておいてください。それでは失礼しますね。主様、いらっしゃいますか？実はお茶会を催そうと思いまして。といっても形式ばらず来やすいものでございます。ぜひぜひ主様もご出席くださいな。え、何でしょう、よく聞こえませんでした。主様もお茶会にご出席なさいますよね。なさいますよね。ありがとうございます。おかげで手荒なことをせずに済みました。おいしいお茶菓子もたくさん用意してお待ちしていますね。おいでくださいました。ごゆっくりどうぞ。主様、こちらの席へどうぞ。天気が良くて良かったですね。始めさせていただきます。様のお得というものでしょうか。お茶を立てる富姉様を前にすると自然に背筋が伸びてしまうのです。富姉様のお茶会で騒ぎ立てるような命知らずはいませんよ。できました。上座の主様からどうぞ。主様、お作法はご存知ですか？そんな堅苦しい席ではありませんから、のびのびと飲んでいただいていいんですよ。でも喧嘩やご無礼はダメですからね。みんなで仲良くお茶を楽しみましょうね。茶会ができるのは本当に幸せですね。主様、それに三剣のみんなもクーちゃんと仲良くしてあげてくださいね。富姉様ったら、もうお茶会の時はいつもそれを言うんですから。
私はただクーちゃんとみんながニコニコしてるのを見てるのが好きなんですよ。主様、これからもどうぞ私たち姉妹のことよしなにお願いいたしますね。